ワイプだー。やっと来たな、大型パッチ 0.13 が。この時をずっと待ってたぞ。目玉は何と言ってもストリートオブタルコフ。もちろんどこかでは行きますけど、まずはタルコフ風物詩ワイプ脱出します。で、PMC はいつも通りベアーです。ユーセック選んだことないよな。倉庫の画面、ワイプ後にしか見られないスタッシュの中身を見ると、スタートしたんだなぁと思える。まあすぐにスタッシュぐっちゃぐちゃになるけどな。で、最初にやることと言ったらもちろんこれだよね。うん？メカニックからなんか買うんか？いや、その逆、こんないまいましいものスタッシュに置いておけねえ。やめろ、それタスクで使うんだぞ。ではさらばじゃ、よっしゃ準備が整ったのでレイド行きますぞ。こいつしょっぱらからやりやがった。はい、皆さんこんにちは。今シーズンもたくさんタルコフの動画を作りたい、ゆっくり霊夢です。はい、マリサだぜ。タルコフのワイプ後の初レイドってなんかドキドキして楽しい。普段味わえない新米の気分を味わえるよな。この時期は何を拾っても楽しいし、何よりもスカブちゃんが強い。むしろ自分よりいい装備だったり。ということで、普段はめったにやりませんが、フレンズもいたりするのでよろしくお願いします。で、今回皆さんにお知らせしたいことがあります。前々から温めてた企画をやりたい。お、とうとうやり始めるか。あれを、その企画の名前はもぐもぐタルコフ飯。簡単に説明すると、タルコフで食べた食用を実際に食べてみるという企画です。実物だったり用意できないものは代替品だけどな。実物だとレーションであったり爆弾だったり、あとはクバスとかもあるね。なので当チャンネルのバカを出動させます。全種類飲み食いするまでやるのでお楽しみに。あ、ちなみにこれ次回からね。なのでしばらくの間は時々飲み食いする映像が流れるのでご容赦を。説明はこれぐらいにしてレイドを楽しもう。この先にスカブちゃんの声がするな。それでは初スカブキルやらせていただきます。てかまず5人キルしないといけないよな。あっちの君がいることは想定してなかった。うん、ハイドスカブくん怖いぜよ。スカブキルに合わせてされは回収のタスクも最初だよな。みんなが苦しむ関門だね。ちまちまと物資を漁りつつもスカブちゃんを倒さないと。さっさとタスクやってレベル上げないとワイプダッシュデイの餌になるからね。ほんとタルコフのしんどいところがそれだよね。スタートを頑張らないと装備差で泣くことになるし、むっふっふ不明。お、最初にしてはいい感じじゃないか。ミスったのはハイドアウトで何が必要か確認してなかった。本当に重要なものはすぐにコンテナに入れるべき。ハイドアウトも拡張しないと不便だもんな。さて、オルガスまでやってきました。どこかにスカブちゃんがいるっぽいのでキルしたいな。奥の方にいるんじゃないか。左側で声がするね。うん、こっちでもする。はい、記念すべき初レイドはスカブシ。なんでこんなに強いんや、スカブちゃん。縮小スカブちゃんに苦しめられる。まあアーマーがクラス2のパカだからな。ショットガンとか拳銃弾を防げればラッキーぐらいだよな。ほんとお守り程度の信頼度だぞ、あのアーマー。さて、ジャケット何かな。おっ、鍵だ。タスク部屋の鍵だと嬉しいな。カスタム用の214号室の鍵だな。金庫部屋の鍵だから当たりだぞ。スカブちゃんに言って、 RPK にサイトポン付けしたカスタム頑張ってくれよ。あんで決勝当たらねえ。当該だと結構難しいよな。おい、これ走って逃げるんじゃない。この先が思いやられる。ガチャリット、お金も必要だし、なんか出ねえかな。まずは100万貯めてジャンクボックス買いたいな。は？マジ？スリック出ちゃったんだけど。おお、これは持って帰りたい。ちょ、アーマーリブなんだけどどうしよう。こういう時はスカブちゃんのリブをもらうとしましょう。それが正解。ヘルメットの耐久値削れてるけど、カバンからだから突っ込んでおこう。あと1キルなので、なんとしてでも終わらせたい。ずっとこのコンテナ群をうろうろしてます。おっしゃ、声がした。あ、そうそう、今期からなんか音の聞こえ方変わったか？だよね。なんか違和感あるんだよ。はい、スカブちゃんゲッチュ。バイノーラルサウンドってやつが勝手にチェック入ってたので外したらマシになったけど、詳しいこと知っている人がいたら教えてほしいんだな。スカブキルタスクが終わったので嬉しい。まだされは回収が残っているという事実。うっつの医療キャンプで回収できねえかな。ありだな、医療キャンプだとよく見かけるもんな。タスク状況を見て後で行きますか。あんで、誰か倒れてるんだけど、見たところ PMC っぽいな。回収されてないのでスカブちゃんにやられたかな。耐久値も削られてないから頭一発もらったかもしれん。あらまあ、大丈夫だ、君の意思は私が引き継ぐ。特に物資だよねー。トズちゃんはもう回収してあるからな。おや？カバンはたくさん入ってる。納品で使う流感入ってるぞ。うほう、ありがてー。残りもカバンに突っ込みたい。さて、物資はどんどん漁っていかないと。ハイドアウト、タスク納品の物資は確保しておきたいな。サーチスキルまだ低いから、このクルクルしてる間が長く感じる。微妙だけどもらっておこう。誰か走ってくる、これプレイヤーだな。その1なら先行きできそうだな。ビースカちゃんかな？なんか持ってないかな。お、バヨネッタは店売り1万ぐらいする貴重な収入になるぞ。ありがたくもらっておきます。風結構荷物重たいので帰りたい。オルガスで帰れたらラッキーだな。スカブちゃんもいたら倒して経験値欲しい。一人だけスカブちゃんいるみたい。煙出てるので、あの子倒したら帰りましょうか。で、全然倒れてくれねえ。思ったように頭に当たらんな。しまった、1発もらっちまってスリック傷ついちゃった。え、何があったんや。出口前で行われた戦闘跡。かわいそうに出待ちでもいたんかな。安全確保、私は脱出させてもらいます。それではニンニン、タスクの関係でウッズにやってきました。確か初手のタスクってウッズ関係あったから、しばらくこもることになるな。なんか特定の場所を見てこいとか、スカブちゃんキルとかね。脇場所が良ければ医療キャンプとか寄りたいな。そういや、されは回収まだだったな。スカブちゃんに狙われてるっぽい。外で声がするけど見当たらねえんだけど。なんかあのアウトタンク金が怪しいな。だけど人影ないんだよな。あ、そっちでしたか。あいあい、
体だと狙いにくい。ふう、頭当たったかな。おっと、リブ持ってるやんけ。圧縮用にいただいてくぜ。ウッズは安定して稼げるな。じゃんじゃんバリバリ漁っていきましょう。はい、クルトンありがとう。納品タスクで必要だから確保しないと。やべえ、カバンがいっぱい。マガジン分の空き作っておけよ。ぐぬぬぬぬ、どれも持って帰りたいし。ベンチ出ちゃったからこれも欲しい。荷物整理頑張れ。パインジュースくん、すまねえ、ここで飲んだるでな。序盤はすぐに喉渇くから飲み物大量に必要だよな。クバス2本あるのでまあいいかなって。あったあった、この車両たちを見ておかないと。確かこのタスクユーゼックチャンスも見るよな。だから帰るついでに見ていくよ。そう、されはないか。たまに落ちてる時あるよな。ユーゼックチャンプに到着。物資は落ちてないから漁られた後かな。まあこの付近 PMC 脇あるからそうだろうな。アサリ残しだけ見ていきますか。漁られてるけどなんか落ちてる。 MP5 トライとか一応もらっておこう。あ、これグロックのライトだ、ちょうど持ってる。いい拾い物したぞ。タスク完了して荷物もいっぱいなので帰宅します。それではアーミンニン。スカブちゃんキルがあるのでまだまだウッズに行かねば。だけどこういう時に限っていないもんだね。他の PMC も同じようなタスクやってるので駆られてるかもな。脇場所行ってるのにどこにもいないこと結構ある。もうレイド回数こなした方がいいぞ。お金も稼がないといけないからまあいいけど、全然いねえんだけど。あ、一人目発見。普通3人ぐらい近くにいそうだけどそいつだけだな。脇場所を何度も巡ることになるな。15人キルって結構時間かかるぞこれ。おっしゃ、うろうろしていたら2人目発見。ほら動くんじゃないよ。序盤の一件差って強いけど弾当たってる感じがしない。この反動とサイトが個人的に苦手なんだよね。 BS 弾は強いし調達もしやすいから積極的に使いたいけど、せめてサイトがつけれたらマシになるけどな。スカブちゃんいなくなっちまったからユーゼックキャンプで物資あさりに来た。物資残ってるんか。武器ボックスは手をつけられてない。これ誰もあさってなさそうな予感。私がもらっちまうもんね。武器パーツ美味しい。売ればいい値段になるもんな。ほとんどカスタムできないしスタッシュの肥やしになってしまうから取っておくことないからな。ボルトやナットが欲しいけど出ねえな。ハイドアウトでたくさん使うもんな。やべえスカブちゃん、急に来るんじゃないよ。足音全く聞こえなかった。やっぱり音回りちょっと変わってるよね。おっしゃスカブちゃん、リブ持ってるから圧縮していこう。そのリブスタッシュの圧縮にもなるから便利なんだよね。ボックス類なかなか手に入れれないからありがてえ。おっしゃパラコードゲッチュ。すぐには使わないけど後々たくさんいるから集めておかないと。交換品だったり脱出用だったりとね。いい感じに物資集めてるので脱出で。それではニンニン。ダメだ、またスカブちゃん雲隠れしてるわ。これじゃキルタスク全然進まないやん。もううっつ出撃何回したんだろう。1キルもできずにただ帰宅すること多いんだよな。まあその分ちまちまと稼がせてはいただいてますけど。はい、武器パーツ美味しい。ここは相変わらずうまいな。ウッズで必ず見たい場所の一つ。伐採場裏手はもうダメっぽい。医療キャンプ付近に行くとしますか。銃声も全くしないから付近にはいないだろうな。うん、正面水際に PMC 走ってない？今いたよな。多分相手も気がついてるので大丈夫かこれ。はい、撤収もらい。あら、当たっちまったか。はい、物資回収しますよ。おっ、いろいろ漁っていそうだな。ありがてえありがてえ。全然漁れてないからカバンに突っ込めるぜ。あんで？誰か倒れてるな。あら、これスカブにやられてるな。やはり今期のスカブちゃんは以前より強くなってる。隠れてこっそり訓練してやがったな。これはニキータ主導で行ってますね。やっとスカブちゃん見つけた。あ、ちょっと横に動かないでくれ、弾が当たらない。おっと、泥沼の戦いが繰り広げられる。当たってるはずなのに全然倒れてくれねえ。硬すぎるだろ。この先にスカブちゃんいる。おっしゃ、湧いてるみたいだから倒しますぞ。やっぱりエスケウスの跳ね上がりすごいから当てづらそうだな。上手い人はきちんと当てれるんだろうな。やっぱり苦手ですぞこの武器。さてと、まだいないか探さないと。やって、正面足音。急にで強すぎー。キルタイムハッタ。今期 PMC に処されるよりもスカブちゃんにぶち抜かれるのが多い。まあまあ弱いのもあるけど接触率は高くなってるよな。ぐぬぬぬぬぬぬぬ、まさかスカブちゃんに苦戦することになるとは。ぐるっと回って医療キャンプの裏側まで来ました。さっき銃声した気がするんだよな。それは回収班がうろついてる可能性あるから気をつけろよ。激戦区になっちゃうんだよね。あー、これ中に誰かいるね。今金属音したな。ってことはコンテナ中を漁ってたな。こちらも足音立ててるから気が疲れているとは思うぞ。使ってる武器はケダールだから詰めてレートでゴリ押したい。でも位置を把握しないと事故る危険あるしな。もう少しだけ様子見てもいいかも。ゴソゴソ音から多分この白いコンテナの前にいるな。はい、そこー。おっしゃー、これ打ちやめた時の弾が運よく接触入ったな。やっぱり作詞ケダールくん強いわ。反動もおとなしいから扱いやすいよな。残党いないか確認中。やっぱり PMC 同士で戦闘した後だったね。これは玉った感じになったのか。やはり玉玉こそタルコフ。やられたら切れるくせに。おっと、これはぬいぐるみ。ささっこちらへ来るんだ。それじゃあ倒した PMC 漁りますかね。サイト付き AK とサク付き VP 多いね。 AK はもらっていきますか。うん、なんか音がしたような。スカブか、わかんねえな。でもガサガサしてた。キラッと見てきたけど誰もいないわ。おっしゃ、されはゲッチュ。お、やっと見つけたな。うっつい乾燥燃料うま。ハイドアウトで3個必要だからありがたいな。うっつでは結構見かけるので回収するにはいいマップだね。おお、カバンの中もええやないか。てか、されはも持っているんだな。むっふふふ、まあリブをカバンに突っ込んでもらっていきましょう。荷物整理中。空きがもう少ないからこれが一番悩む。あれ、医療キャンプ出ようとしたらまた PMC 転がってるよ。この人は漁られた後だから何も持っていないだろうな。一応チェックしていこう。さてと、物資はうまうまなのでこのまま帰宅しながらスカブちゃん倒せたらいいなって感じ。可能性あるのは伐採場の裏側ぐらいかな。ダメだ、1匹たりともいね
礼。またスカブ失踪したか。ほんとどうなってんだよ。ってことで出直してきます。それではニンニン、おっしゃ一番乗り医療キャンプ。ここの物資は全部私のもんじゃい。そのうち PMC 行きそう。物資あさりは順調順調。さてボックス類を開けに行きます。やっぱり PMC。 もう渡れー。これは倒しきれてなさそう。畜生骨折れた。鎮痛なんて決めてないからまっつい。これは移動しすると弾当たらんだろうな。もう諦めてまっつかねえ。あっぶねえ。なんとかなった。運力摂取当たって助かったな。PMC の物資は後にして医療キャンプ漁っちゃおう。見たところ軽装 PMC だったから馬にはないかも。誰か近づいてくるな。はいここ。なんだスカブちゃんか。うん驚かせないでくれ。おっしゃされはゲッチュ。おうされはかなり見つかるな。ラッキー持って帰ろう。マジ？これギフトでもらうアウグじゃないか。性能かなりいい武器らしいな。まだ使ったことないからありがてえ。私も一丁持ってるけどもったいなくてスタッシュに眠ってるからな。でまた足音。医療キャンプは PMC もスカブも寄ってくるな。うん待ってこれ PMC だ。もう弾当たってるのかわかんねえ。当たってはいるが致命傷ではないな。こうなれば拾ったアウグくん出番だぞ。見せてもらおうか新武器の性能とやらを。はいここを。え強いやんアウグくん。思ったよりも縦反動少ないなこの武器。優秀じゃねえか。で君は何を持っているんだい。 MP5 カマーブなんだな。反動低いから使いやすいよね。おお結構持ってそうな雰囲気。荷物整理が忙しくなるぞ。カバンぎっしり入ってるじゃねえか。これどれ持って帰るか悩むな。ハイドアウトとかタスクで使いそうなものを雰囲気で選んでこ。もう十分美味しいし。ムックカバンいっぱいでホクホクじゃぞ。さあ利益確定したいので帰りたい。はいというわけで動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録やメンバーシップ加入高評価をお願いしますぞ。それでは皆さん良いタルコフライフを。またね。